今日はちょっとバランスの部分を確認してからスタートしていきたいので、自分のいわゆる体幹、体の軸の部分の力がどれぐらいあるかっていうのをちょっと最初にチェックしていきましょう。で、方法はですね、四つ這いになります。こんな感じで最初四つ這いになっていただいて、で、手と足は肩幅ぐらいにします。はい。で、このまま左手と右足を伸ばします。そう、はい、OK。 で、今度逆伸ばします。はい、OK。 皆さんこれは通常ですね、バランス崩さずにできてるので、次にステップをちょっと上げます。このまま足を上げる。で、この状態のまま、あと手と足、左手と右足伸ばす。では反対いきましょう。左手と右手、右手と左足いきます。伸ばしましょう。はい、いいですよ。で、まあ、今見てさせていただいて、膝がさて、足が上がると、なぜバランスが崩れるかというと、維持している面が狭くなるので、この手とか足でバランスを取ろうとすると、体が内側にずれちゃいます。で、なおかつ手と足を伸ばすと、この面でしか今体を支えられないので、ここで力が入っちゃうと、物理的にこのバランスが、ちゃんとここに軸ができていると、最後止まります。で、今ですね、伊藤さんと田村さんはちょっとその2段階目でふらついたので、で、特にその左右差、これふらつくふらつかないというよりも左右差見ていただけるといいかなと思います。で、のりこさんも後半の方がちょっとぐらついてたので、苦手な方と、まあ、得意な方で、今回やるのは、いつもやってるのは、この左右同じことをやってるので、自分が苦手な方を、自分でやるときは、ちょっと意識しながら。なので、右やってるときに、僕は左が苦手だから、左をやっても全然 OK です。自分が不得意な方を、ちょっと多めにやってあげると、体っていう軸はぐるぐるそっちに戻ってきますので、はい。なので、これちょっと最後にもう一回、チャレンジして、どんぐらいできるようになったかを確認しますので、自分の軸、今日やることをここをしっかり安定させる。固めるんじゃなくて安定ですね。安定するところをイメージしてあげると、体が楽に動かせるようになりますので、そこをちょっとイメージしながら、今からみんなでやっていきましょう。お願いします。はい。では、まずは四つ這いになります。で、この状態で、先ほど皆さんできてたので、手はこのまま、足だけ下げます。そして、肩幅よりもちょっと広げましょう。こんな感じで。で、背中を丸めないようにして、このまま。で、ある程度下げていくと、もうこの時点で、少しお腹に力が多少入るなーっていう感覚の場所で、やっていきましょう。で、手に力入っちゃう人は、もうちょっと体の近くに手を向けて OK です。はい。で、このまま足を後ろに、右足を伸ばす。そしてキープしましょう。そうです。はい、行きます。キープ。
お腹を意識、上げてる足を高く上げなくていいですよ。後ろに伸ばすようなイメージでいきます。そうよ、3、2、1、はい、OK。 今度反対いきましょう。レディー、はい、伸ばす。おー、いいですね。スーッとキープして、呼吸を止めないように、3、2、1、はい、OK。 OK です。で、今度はこの状態のまま手を上げます。ここでも手を上げた時に体がずれないようにコントロールしながらいきましょう。で、余裕のある方は足を上げた状態でやりましょう。このままキープ、そうです。では行きましょう。レディー、はい、アップ、そう、いいですね。上げて、はい、残り3秒、2秒、1秒、はい、OK。 で、ちょっと注意点があります。皆さんに共通するところが、姿勢はすごく綺麗なんですけど、首が下に下がっちゃってる、こういう風に上げた時にこういう風になるので、首が下がると脳からの指令が首を通って、まあ、脊髄を通るんですけど、体を動かすように指令を出すので、頭を少し、後頭部を耳の後ろぐらい、この辺りを軽く上げてあげると、より体コントロールしやすくなるので、あ、そういうことは、そうですね、そんな感じです。イメージ OK です。サムラも OK で、その位置で手を上げる、うん、そう、伊藤もそのぐらいで、その位置で手を上げていきましょう。ちょっと細かいですけどやってみます。では行きましょう。さっきと反対側行きましょう。レディー、はい、アップ、いいですね。ついた状態で手と足を伸ばします。そして胸のおへその位置ぐらいで立つで伸ばす。伸ばすときにずっと腰を取らないようにして、まっすぐ、自分がまっすぐの棒だと思ってください。このまま、そしてまた立つで伸ばす。それではやってみましょう。10回いきます。そして、肘ついて、で、足も、膝を股関節の真下よりちょっと後ろに、で、左と右足伸ばして、はい、そう、タッチ、はい、1、そう、2、3、いいですね、4、タッチ、5、伸ばす、しっかり、OK、6、いいですね、7、はい、8、よいしょ、はい、9、はい、ラストいきましょう、10、はい、OK、ナイスです。 OK、OK、 ちょっと力が軽くなりました。じゃあ今度反対側のタッチいきましょう。あと逆の方面にします。逆の、手の足を広げていきます。上げて、タッチ、で伸ばす。そう、1、
オッケー。だいぶいいですね。オッケー。で、ちょっと水入れましょうか。少し水を入れて。で、次はちょっと難しい、普段意識ができないようなことをちょっとやっていきます。ちょっと難易度を上げて、難易度というか、イメージがちょっとつきにくいかもしれないんですけど、背中ですね、後ろのちょっと認識を作っていきましょう。で、背中のトレーニングで一番効率的がいいものは、ブリッジなんですよ。ブリッジなんで、多分もうほとんどしたことないと思うんで。今どのぐらいできるかっていうのも怪しいところだと思うんですけど、はい。なのでちょっと試しにやってみましょうか。こんな感じで寝ていただいて、手をつきます。そして反動を使わないでいただいて、体をちょっと浮かせます。そのまま起き上がる。ああ、いいですね。ああ、ノリさん、いいですね。おお、いいですね。オッケー。一応、まだ起き上がれないですね。そう。オッケー。大丈夫です。なんとなく分かったので。まあ、多分この辺とかもう、背中が一気に来ると思うんで、大体のパターンが、皆さん、こっちは上がるんだけど、上体がこう上がってこない。ここが伸びきらない。なので、下半身よりも上半身の柔軟性といって、背中の安定性がなくなっちゃってる。それはなぜかというと、丸くなってるからなんですよね。なので、ちょっとそこを改善していきましょう、今日。まず、手を、で、足を伸ばします。で、このまま手はですね、指先は自分のここに向いて、このまま上げます。そうです。で、こういう風に使い方が難しいんですけど、胸がこう丸くならないように、胸を上げる。おへそじゃなくて、ここを上げていきます。胸から引っ張られるようにする。このためには背中で押します。ぐーっと腕で押す。そうです。これでキープしましょう。で、頭は少し後ろにして、顎を軽く引く。そう、 OK、 キープしましょう。レディーゴー。そう、いいですね。肩には力が入らないように、そう、呼吸を皆さん止めないようにしましょう。もう少しでいきましょう。3、2、1、OK! 下ろします。そうですね。もうちょっとイメージ作りましょう。今度は膝を曲げて、同じように上げていきます。で、膝を曲げた方が、こっちを意識しやすいので、ここをちょっと難しいんですけど、上に上げるようなイメージ。手でやってみましょう。ぐっと背中で絞る。そう。で、
ションをキープしましょう。レディーゴー。そう、頭を少し後ろに引いても大丈夫ですよ。オッケー、いいですね。続けましょう。いける範囲でやっていきます。5秒前、3、2、1。はい、オッケー。そうですね、オッケー。背中周り、なんとなくイメージできたかと思います。で、次はもう一つこの意識をちょっとつけていきますので、この状態でできる範囲です、手を伸ばす伸ばす伸ばす、上に手を伸ばす、このままこのまま、ちょっとやってみましょうか。まず、そうです、あ、いいですね、大丈夫大丈夫、OK です。そう、そう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 、はい、行きましょう、行きましょう、レディー、はい、アップして1、伸ばす、2、背中の方に重力をかけているので、まあ、普段とは全く真逆な運動、体をこう下向きになることは多いと思うんですけど、上を向いてトレーニングするってあんまりしないので、まあこういうような刺激を普段と違う刺激でいくと胸が開きやすくなるので、呼吸がしやすくなったりとか、循環、血液の循環も良くなりますので、非常に体を動かしやすいような状態になります。なので、こっち向きばかりではなくて、たまにこうやってこっち向きを入れてやってあげるとよりいいと思います。これは例えば先ほどのブリッジですね。ブリッジはやる機会ないんですけど、やれるトレーニングをしていると背中が結構すっきりしますので、非常に有効的です。簡単なステップとしては、こういう椅子とかを用意していただいて、こういう椅子を用意していただいて、こんな感じで寝ます。で、ここからお尻を下げて、まず上げる運動をします。下げて、これはどちらかというとお尻を使います。お尻と背中ですね、だったりとか、あとはこのままこう手をついてもらって、こんな感じで、でここから頭を逆向きに向くようなトレーニングをしてあげるといいと思います。このままこんな感じですね。で元に戻る。そうするとさっきみたいに上半身の力を伸ばす力がなくてもうまくできるようになるので、台を使いながらちょっとやってみていただけると思います。これは時間あるときでいいので、ぜひちょっとチャレンジしてみてください。はい、ではちょっともう一回トレーニングですね。どんな感じでここの意識ができているか確認していきましょう。また四つ這いになります。で、皆さんさっきこの状態が OK だったので、ちょっと膝下げましょう。で、足をペタッと上げて。そうです。で、また左足と右足を伸ばしてみます。あ、いいですね。おー、いいね、いい。はい、OK。素晴らしい。今度反対いきましょう。同じように。今度は右手と左足を伸ばします。そう、ああ、いいですね。
OK。はい、OK。いいですね。皆さん、いい感じに。さっきほとんど1秒ぐらいもできなかったのに、今、いい感じにできてましたね。で、首の位置だったりとかもコントロールできたので、そこはちょっとこう継続的に刺激を入れてあげると、よりうまくいくようになりますので、ちょっとそこをイメージしながらよろしくお願いします。はい。で、最後ちょっとストレッチを皆さん一緒にやっていきましょう。では、足を伸ばしていただいて、手を前に突きます。そして、こう、這わせていきながら、つま先まで行ける方はつま先、足の裏まで、こっちの足の裏まで行って、ぐるっと伸ばします。はい、OK です。今度は足を開いていただいて、こんな感じですね。開脚します。右手を、左足のつま先を立ててぐるっと伸ばしていきましょう。はい、OK です。では、今度は逆ですね。反対側に倒していきます。はい、OK です。では次はちょっとお尻周り伸ばしていきます。右足を伸ばして、左足をこのようにクロスするような形で足を乗せます。で、かかと、右のかかとはお尻に近づけていきます。そうですね。そうするとここが伸びてくると思います。で、プラスお尻を引いていただいて、こちらの左手を間から入れます。そして寝ていただいて、自分の方向に引いていただきましょう。そうするとよりお尻が伸びていきます。はい、OK です。起き上がって、今度反対やっていきましょう。左足伸ばして、右足をクロスして乗せる。そして左足のかかとをお尻に近づけます。で、このまま自分の方に近づけて倒れていきます。はい、OK です。では次は手をついていただいて、背中を動かしましょう。膝を後ろに行って、お尻を引きます。ぐーっと伸ばす。で、そのまま一回戻していただいて、左手を45度、斜め45度ぐらいに、このように伸ばしていって、左の指先を見ながらお尻引きます。ぐーっと。はい、OK。 今度は反対いきましょう。左手で斜め45度伸ばしてお尻引く。解除していただいてですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はちょっとその最初に自分のバランス力ですね、手足をこう動かしたときにどっちがバランスが取れないのか、どうやってバランスが取れないのかっていうのを見つつで、終わった後に皆さんにやっていただいたらすごい綺麗にバランス取れて、しっかりこのお腹周りの軸に力が入っている状態が作れてたというところになりますので、背中で引く意識をしっかり持ちつつ、普段の座り方だったりとか、ちょっとそういう部分にも
日常生活にも落とし込めるとより良くなります。はい、いいですね。で、プラスアルファさっき の首の位置の部分の話なんですけど、デスクワークとかでどうしてもこう前に出やすい、この状態でトレーニングをしてもほとんど効果がないというか、逆に肩こりになっちゃうので、耳の位置と自分のこの肩の位置、これをちょっと気にしつつ、できる限りこのこういう風にやるんじゃなくて、後頭部の耳よりちょっと上の部分を後ろに引くと、このままちょっとオンラインと難しいんですけど、後ろに引いてあげると自然とナチュラルの位置に戻るので、タオルとかで仰向けになってタオルを置いて、そのタオルをグーッと押してあげる。で、ちょっと顎が上がりやすくなっちゃうので、顎を軽く下げた状態でグーッとやると肩こりの予防とかにもなりますし、頭もすっきりしやすいです。そうするとやっぱりこう家にいると考え事だったりとか不安とかいろいろなんか余計なことを考えてたりするので、ちょっとで体を少しでも動かしてあげると体にいい刺激がいって変化も出ますので、まあ、そういった部分でもやっていただけるかと思います。はい。で、朝の今日の動画でちょっと3分間か、で今回、まあ明日以降ですね、まあ最後トレーニングの最後にそういうのを入れていこうと思いますので、まあそれは参加はしなくてもいいですし、見てるだけでもいいので、まあ自宅で1日で3分ぐらいトレーニングやれば腹筋がどれぐらいつくかみたいな、ちょっとちょっとした企画なので、まあ時間このオンラインを取りながらやらせていただくので、まあ、ぜひ参加の方よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じでやっていきましたね。またこちらの動画 YouTube で上げさせていただくので確認をしながら、何か分からなくなったらコメントの方よろしくお願いします。はい、はい、では今日もありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。